はい、明けましておめでとうございます。名古屋から参りました中身でございます。はい、じゃあ早速ではございますけれども、この時期のね、運転した後見てください、見てください、この雪道とかね、走った後にどうしても除雪剤っていうんですか、あれ、エンカル、エンカルね、うん、エンカルの被害っていうのはやっぱりね、どうしてもこの辺りのやつだったりとか、この白くドバーってなったやつかな、出ると思います、うん、でも走った後にもまたちょっと綺麗にしたいですよね。お車は常に綺麗がベストかなと、じゃあこの左腕のこの野獣の方で今回ちょっと綺麗なお手入れの仕方をはいさせていただこうかなと思います。まあ、まずは、まあ、水バッシャーとかけてもらって、ね、すごいね、すごいね、やっぱりね、うん、なんかすごいね、このエンカル塾のお掃除方法でかなり力を、はい、それは何でしょう、これ破れてますけど、水赤通り、はい、水赤通り、水赤通り、ウォーターレッドアップ、ウォーターレッドアップ、はい、わかんないですけどでまあこれにちょうどいいんですよ、これ知ってます、何これ、マカロン、ええ、これね、しっかり濡らしてもらって、で、まあ、乗っけて、よいしょと、まあ、2回ぐらいですね、はい、ええ、やってもらって、で、これ、泡立ちも結構すごくて、で、溶剤もすごい強いんで、肌敏感な人はビニール手袋つけた方がいいです、はい、ええ、私、野獣の方の手なんで、多分いけると思います。で、これで、きれいきれいに、この奥の隙間までね、普通のスポンジだとなかなか届かないところまで、このマカロンさんだと、しっかりと入り込んで洗えるので、よいしょ、やってもらいます。このね、下の部分もね、どうしてもね、エンカルの被害ってすごいですから、なので雪が積もる地域の方にもこの2点はね、かなり力発揮してくれると思います。はい、で、あとは流すだけ、ここまでになったけど取れましたね、取れましたね。まあ、そういった感じでエンカル浴びたお車は水垢落としでごっそり取っていただければ除去は簡単だと思います。以上、水垢取りとマカロンでした。はい、はい、ということで今度は引き続きまして、このグリル、このグリルもエンカルによりとんでもない現象が起きてます。サイド見たら分かるね、これね、うわー、ようかぶら張りましたね、しっかりとかぶってますね、はい、で、ここ、まあ、こういった細い隙間こそこのマカロン、あ、じゃあマカロンです、マカロン、先ほど怒られました、マキャロンじゃない、マカロン、マカロンですね、はい、で、今回の美女の方で、美女だね、美女腕の方でやらさせてもらいたいと思います。やっぱり塩化の対策にはね、水赤取り、ウォーターレッドアップ、ウォーターレッドアップ、まあこれね、また2回つけてもらって、これでコシコシと行っていきます。で、こういった細い隙間もマカロンさんだと、うん、中にこうやってね、ちゃんと入ってすごい洗いやすいので、これで隅々まで綺麗にカシカシとやってもらえれば、じゃあでも本当マカロンすっげー便利なんですよね、うん、本当にこうやってなんか水垢取り使うとき普通のスポンジよりも泡出しめっちゃいいんですよ、はあはあ、うん、でもお車だけじゃなくてね、こうやって細いところ使えるイコール家でもね、すっげー使いやすいんですよね、うん、ちょっと食器洗いには使
ったことないけど食器洗い食器洗いには使ったことないけども使えるかもわかんないですよ。うん、ね、シコ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 めっちゃ泡立ちますね。すんごい、本当にすっげー泡立つんですよ。びっくりするぐらい。要はこういった縦フィンのグリルはこの隙間がね、よいしょよし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 、ちょっと半分半分半分でやろうかな、うん、この美女バージョンはいいね、汚さがない確かに腕見えても大丈夫、うん、ですよね。なんでこの水垢取りのねお話をしているのに毛の話出てるのかって申し訳ない話ですけどね。はい、じゃあ流します、はい、これはコーティングも守ってくれるんですね。コーティングも、コーティングあれですか、ちゃんと落ちひんと取れるわけですね。スパさんの上からこうされてますけど、水垢取りですか。はい、若干上の水はけの層は取るときですね。うん、ええー、なのでまあ水垢取りを行った後はまたスパシャンナイスキャンディー、ロゴキャンディーとかね、うんうん、うん、しっかりコーティングをしてもらってっていうところになりますけどね。うん、まあ汚れ落とす最初の手順っていうことですかね。そうです。なかなか、うん、こういう汚れは水垢落とし、かなり強力なんで、ね、こっち見えますか、こっちはまだね、ちょっと濡れてしまったんですけどね、まだ汚れてますよね。わかる？伝わる？伝わりにくいですかね。あ、まあ、あでもこの辺すげえわかりやすいですね。こっからが綺麗なとこね、うん、でこっち来ると汚れてますよってね、若干くすんでますよね。うん、でこういった細かい場所にはマカロン、マカロンおすすめです。はい、じゃあ引き続きやってきますんでよろしくメカドック。